チンオリジンの野菜炒め弁当を食べてみたいと思ってます。まあこんな感じですね。ね、まあご飯の方はね別に今更ということなんで何も動画にする必要ないかなと思いましたんで、ですから野菜の方をクローズアップしました。で自宅なんでね、即席の味噌汁も同時に食べていきたいと思ってます。まあ思えばね、野菜炒めを知ったのはいつぐらいだったんですかね。18ぐらいですかね。その時に野菜炒めっていうのを知って、町中華ですけど、そしてその時の町中華の炒めご飯、あの野菜炒めっていうのがオイスターソース味だったんですね。醤油プラスもね。でそれから好きで、あここはうまいなと思って、でしばらくして今度はもうだいぶ年いってきて、今度は日高屋の野菜炒めうまいなと思って、でまあキッチンオリジンのはね、まだ当時知らなかったんですけど、ただね同じものばっか食べてるとね、あと何でもそうなんですけど飽きちゃうんでねいろんなところのお店のは食べたりしてますけどね。でとりあえずまず説明するのもあれなんですけど、とりあえずねお腹も減ってるんで、ちょっと最初一口目だけ一発ガブっていかせていただきます。こんな感じです。内容を説明しますと、こちらお肉ですね。もう見ればわかるね、お肉、このお肉をいただきます。それでまあ普通に考えて、その一個一個ちまちま喋るの、あの説明するのもあれなんですけど、これねあのもう見ても分かる通りもやしなんです。はい、もやし、これ ちっちゃいけどね、あの動画じゃなかったら一発でガブっていっちゃったけど、とりあえず動画上なんでちまちまいきます。それでこれなんですね。これ何ですかね、キャベツ、キャベツですね、おそらくね。キャベツは一口って一枚だけ食べます、説明のためにねこういうのはやっぱりまとめて食べた方が美味しいんですけどね。まあ動画上なんで。でこれがはい人参です。あとはこれですね、見えますかね、これぶなしめじになります。そしてこれは何でしょう、チンゲン菜です。あとは何が入ってますかね、こんなもんですかね。噂によると玉ねぎが入ってるらしいんですが、なんか玉ねぎ見当たらないな、どうなんだろう。でこれがおしんこね、これきゅうりですか、付け合わせ。じゃあこっからはもうあとは気にしないで一気にいっちゃいます。普通に美味しいですよね、ほんとね、ほんとそう思いますね、うん、もう天国に登れるのか。特にね、タバコをやめてからの食べ物はやったらうまくてしょうがないんです。やっぱりこれあれですよね、野菜炒めはこういう大量に取ったことを野菜炒めですよね。いきます。はい、食べ終わりました。ごちそうさまでした。まあ、一応野菜ということで、まあ、とりあえず体にいいかなと思いました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価いただけますと嬉しいです。はい、おしまいです。